ナイジェリアの北東部ではおよそ10年間にわたってボコハラムによるテロ行為が続いています。数千人もの人々が殺害され、さらに多くの人々が家を追われています。2017年にはナイジェリアで推定1800万人もの人々が国内避難を余儀なくされました。ハナトゥはバガから避難しました。ボコハラムがバガや近隣の町で多くの虐殺を行った2015年1月のことでした。私の名前はハナトゥ・ユスフです。カメルーン出身です。ナイジェリアのバガという町に移り住み、ボコハラムに追い出されるまで12年間暮らしていました。バガでは農業を営み、いい暮らしをしていました。店も持っていました。ボコハラムは私たちを襲い、家を焼き払い、すべての財産を焼き尽くしてしまいました。私たちの手には何も残りませんでした。彼らによって本当に苦しめられました。私たちは茂みの中で寝ました。食べるものもなく、水もなく、寝る場所もありませんでした。別の茂みにたどり着くまで何も身につけずに逃げました。そこでこの T シャツを見つけ、体を覆いました。モングノにたどり着くまで7日間歩き続けました。そこでやっとマイドゥグリに向かう政府の車に乗ることができたのです。ここに来た時は夫と一緒でした。ですが2年間をキャンプで過ごした後に彼は亡くなりました。私たちは今困っています。私には5人の子供と4人の孫がいるのです。この T シャツは私を守ってくれました。とても大切なものでなくしたくはありません。この T シャツを手に取るとこれまでにあったさまざまな苦労を思い出し、目から涙があふれてきます。いいえ、私はこの T シャツを絶対に捨てたりはしません。私にとって夫のような存在で、私を守ってくれるからです。 T シャツは枕カバーの中に入れて寝ています。子供たちにこれで遊んでほしくはないので。私はこの T シャツを置いていくことはできません。